Ladies and gentlemen, welcome to ネコニワチャンネル。みなさまこんにちは、ネコニワチャンネルの赤瀬です。2022年明けましておめでとうございます。赤瀬の旦那、赤瀬アイボン、キジトラのデジャマルが現れた。年始の挨拶をしたそうにこちらを見ている。話しかけてみますか。はい。皆様、お正月休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。我が家は1月2日から今年の干支の虎を見に動物園に行ってきました。それと2年ぶりに宮島に行ったり、水族館に行ってぼーっとしたり、ドクターフィッシュに足をつついてもらいました。これが結構面白くって、レイクボールに入った時みたいに足がピリピリくるような感じでした。それと正月三が日は御朱印をいただきに神社にお参りしたりしました。さて今回のテーマなのですが、皆様以前私が作ったこの動画覚えていらっしゃいますでしょうか。マツダとミズノがコラボして開発したドライビングシューズを履いた時の感想動画だったのですが、皆様コメントたくさんありがとうございました。今回はいただいたコメントを参考にしてドライビングシューズを買いに行くことにしました。ということで、ジ・アウトレット広島のプーマにやってきました。猫科が好きだからね。プーマでドライビングシューズとして販売されていたのはこちらの6種類。AMG、BMW、フェラーリのコラボのシューズなので、まあ、ロードスター乗りとしてこのコラボを買ってしまうのはいかがなものかとも思いつつも、お値段が魅力的。かかとのカーブを重視して試着と検討を購入したシューズはこちらです。あとで家に帰ってウェブで見てみたところ、こっちのデザインの方が良かったなと思うこともあったんですが、私が今回買ったスニーカーも小さく作られているのでワンサイズ上をおすすめしますと書かれていたのですが、私が普段履いているのがだいたい 24.5 から25ぐらいの靴を履いているのですが、今回プーマのドライビングシューズを初めて買うということで、試着をしてみたんですけれども、まず25センチから試着をしてみたんですけれども、結構横幅がきつくて26センチを試してみても窮屈な感じがしました。長時間の運転をすることもあると思うので、やっぱりもうちょっとゆったりしている方がいいなと思ったので、なんと今回は27センチのシューズを買いました。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. 今回買ってみたドライビングシューズを半日履いてみました。かかとの結構上の方まで設置してるようですね。買った甲斐がありました。突然ですがうちの旦那の紹介。赤瀬の旦那、 RX72 年生まれ、優しい、上げ足を取らない、 A 型、料理が得意、30周年ミーティングに合わせてロドを購入、毎週ロドの洗車をしている、アテンサの洗車もしてくれます。からと親父さんファンで丸腰さん推しです。ドライビングシューズを履いて運転した感想。今まで履いていた靴は靴底が薄くて柔らかかったです。だから足の先の方で力を加えてアクセルを踏んでいたような感じでした。
ドライビングシューズは適度な厚みと硬さの靴底で、靴底全体に力がかかるから軽い力でアクセルを踏める。長時間運転するのに疲れにくそう。ただ軽い力で結構踏めてしまうので、力加減に気をつけんといかんかもしれんと言ったところ、もっと踏み込んでもいいよと言われました。ちなみに私、普段からあまり踏み込まない方です。クラッチ操作もギアチェンジも遅いと思います。つまり下手くそ。高橋圭介も言っとったじゃろ。わかるかセナ、リア駆動は踏まなきゃしょうがねえだろって、私の中の高橋圭介は、兄貴とこはセカンダリータービンが止まってんじゃねえのかとしか言ってねえ。博士の記憶の中の圭介が96年で止まってんじゃねえのか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。高橋圭介の初代声優関智一さんが広島のイベントに出られた時に、圭介のセリフをリクエストして生でこのセリフを言ってもらったことがあります。死ぬほどかっこよかった。本当は長距離移動をする時に足の疲れがどうだったかなどお伝えしたいところなんですけれども、この靴を買う前日に長距離移動をしたばかりで、次の長距離運転の予定がありません。この時の動画もいつか出せたらいいな。ゲスト様が超絶豪華でおなじみの猫庭チャンネルです。今日ツイッターで水向さんに教えてもらったんだけど、あのワークマンでドライブに最適な靴が売ってあるらしいんよ。ファイングリップアーバンっていう靴で、水や油で滑りにくい素材で作られた靴底の靴なんだけど、かかと巻き上げソールで運転にぴったり。そして最大の魅力はお値段、なんと1900円。いやー、これは私も欲しい。次はこれを買いたいです。今回の動画はお買い得情報みたいになりましたが、履いて運転が楽しいのは間違いなくマツダ水のコラボのドライビングシューズの方だと思います。コメントを参考にしたことをお伝えしたかったもので、それでは今回はこの辺で、バイバイキーン。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録